ここは戦争兵器の実験場じゃよ。なぜ戦う？は？わしのことを何も知らんだろうが。戦局が読めぬほど凡庸な指し手には見えぬ。わずかながら生かすに足る人間がいることを知った。今矛を収めるなら許してやらんでもない。そいつは立場上聞けねえ相談だわな。ここで何が起きたかを説明するようピトーに迫っていた。ゴンが話を聞くことに集中するよう仕向ける狙いである。ゴンに際立った変化はない。自らの意志で敵とそこから出ていった。ファインプレーですピトー。残りの7分の6で王の元へ。負けを覚悟の戦いか。ならば世の行為はむしろ強力だと言っておく。左では何もしないクズが全てを持っている。平等とは言えぬまでも理不尽な差のない世界を。初めのうちは力と恐怖を利用することを否定しない。しかし生かすべきものを守るためだ。こいつは厄介だな。忌憚なくローンを交わすために過ぎぬ。どちらにも傾きうる。我々が望むのはただ一つ、危険生物の速やかな駆除。そこは君、専門家に我々がどうこう言えん。批判は全てハンター協会がかぶれということですな。お互い大変だな。少々時間をください。事情も話しておきたいですし、というわけです。果たして本当に王のためになるのか。ユピーは自身を重ねピトーの機微が理解できた。愚問だな。うん、それだけのことだろう。一刻も早くこの場から離れるための。いい技だ。立ち筋が見えぬ。それでも座れと。放たれた土器は王の器量としては、その方が世と交わすことが叶うのは言葉だけだ。待てよ、自分の名を知りたくはないか。今はの言葉がお主の名だったそうだ。やる気になったかね。殺さず気の済むまでか。まあ、泣いてる場合か。パームを探さなきゃ。な、動けば攻撃する。奴が俺に聞きたいこと決まってる。俺が情報を漏らしたら
命が危ない奴だっている。仲間を売るくらいなら相打ちだ。ミサイルマン、クソこのガキ、チクシャー。やっか、そいつは俺の念能力が生み出した生物、フロムカデだ。俺の命令に背いたり、俺に危害を加えようとすれば、望むところだ。一瞬にして即死レベルまで、クロムカデは育つ。ここから動けなけりゃそれでいい。なんて楽に引き金を引けることか。わかった、もうわかった、動かねえよ。痛みが和んで中の生物が苦しんでる。やっぱりだ。くそ、自分の命を全く顧みず突っ込んでくるやつがこんなに怖えとはよ。早くしてくれ。しかし待ってくれ。くそ、どうやって乗り切る。かすんで、ああ待て、分かった、嘘嘘、もう死ねえよ。もういい、分かった。待て待ってくれ、本当だ、信じてくれよ。はめようとしてるわけじゃねえ。って相手の都合なんざ全く考えなかったからな。ウェルヒン、ん、何を聞く。お前人間だった頃の記憶はあるか。正直に話さないと撃つ。まだ覚えてやがった。だ NGL で虫の化け物に殺されたはず。女王アリに食われて別の生き物に生まれ変わったはずなのに。首を絞める父親と背後で見てる女。思い出した、すげえ似てたんだ、ジャイロに。泣いた日を笑って話し合えるのはあいつだけだった。何してんだろうあいつ。そうだ、ジャイロに会えりゃそれでいい。虫は消えたぜ。お前まだやることあんだろ。お前が戻るタイミングであいつらを行かせた。ブローを打てなかったお前を見て組しやすしと思ったのが。宮殿で女の人を見たか。女？エレベーター上がって左側、突き当たりの部屋だ。楽だなって思ってよ。イカルゴが探し求めていた人の居場所だった。キルアの神経を激しく波立たせた。もしもゴンがパームを見たら、おそらく持たない。俺がここで確かめるしかない。俺が視線を感じた以上、俺より前にパームも俺に気づいていたはず。占いみたいな探索能力と俺は当たりをつけたが、別の方法で俺を見たとしか考えられないからだ。パームは俺を、俺たちを覚えてる。記憶がある。ゴンは相変わ
らず憎ったらしい口聞くわね。ゴンはどこ？ゴンはピトーについている。どうしたの？違うね。俺はお前の視線に気づいた。ゴンはどこ？俺の質問に答えてからだ。ゴンはどこ？私は間違っていた。能力が壺にはまるとこんなにも変わるのか。それでも逃げるわけにはいかない。はあ？何今さら。理由なんてないわ。ゴンは苦しんでる。尊敬する人を無残に変えられて、ゴンはもうまともでいられなくなる。ゴンって大丈夫って言って。時間稼ぎ、合わせるつもりは毛頭ない。そのはずだった。それはもうパームにしかできないんだ。できないんだ。隙だらけだ。予定変更、今やれ。1号。悟感で全身が粉々になりそうな凶悪なオーラの中、ビゼフに凌辱され絶望した女性を装い自殺を図った。そのオーラに興味を示し、食事を取らない王の許しを得て、すでに念能力を身につけている者にその傾向は顕著である。ドクター・ブライスでパームの脳の感情と記憶をつなぐ部位を破壊したパームは格好の被験者となった。目の前のガキを殴り殺せ。黙れ。え？1号じゃない。死んでもならない。気持ちと体がバラバラなのに自分じゃどうもできない。私がゴンのため何かできるなら喜んでする。どうした？失敗。しかしそれはピトーの能力を借りずに済む。